Go Buster! 学校は終わり、スカウトがお世話をしてきた学校のお花を返すよ。次にお家に持って帰って世話をするのは誰？やったね、バスターの番。バスターはお花を大事にしようととてもゆっくり走るよ。スカウトとアッシュ、またね。わあ、気をつけてバスター、危なかったね。バスターはお花の世話をするのがとても嬉しくて絵まで描いたよ。夕食にもお花を持ってきた。お花は人参を食べないと思うけど、バスター、強く育つためにはお花は水がいるんだよ。でももう寝る時間。おやすみお花。次の日の朝、バスターは学校へ行くのがとても楽しみ。でも気をつけてバスター、お花を落とさないようにね。そんな、お花がめちゃくちゃになっちゃった。何してるのバスター。バスターは怒られると思ってお花を隠してる。バスター病気のふりをしてる。でも熱はない。でもママは分かった。バスターは潰れたお花を持って学校に行きたくない、みんなをがっかりさせると思ってるんだね。でもママにいい考えがある。新しい鉢に入れてあげよう。ほらね、前よりももっと素敵。完璧だね。バスターは無事にお花を教室へ返す。新しい鉢植えにみんなとても喜んでる。よくできたねバスター。今度お世話をするのはアッシュの番。やったー。